キングジョーです。はい、ということで今回はついに登場しました、こちら。これはね、マックシェイクバニラじゃなくてハンバーガーじゃなくてポテト、美味しい、じゃなくてこちら、ハッピーセットトミカ第2弾を紹介していきたいと思います。はい、ということで改めまして今回はこちら、ハッピーセットトミカ第2弾を紹介していきたいと思います。で、ご覧の通りね、第1弾、フルコンプの状態で、動画の方でね紹介しましたが、第2弾はと言いますと、まず期間の方がね、4月28日金曜日から5月11日木曜日まで。で、ラインナップの方が、通常ラインナップが全4種類。さらに、第2弾からはこれが登場するんですよ。秘密のおもちゃ。つまりね、一撃フルコンプするためには5種類揃えなくちゃいけないわけなんだけど、はい、これもいつも通りです。5種類ということで、今回も5セットのみ買ってきてみました。だからね、現状、まあ、いつも通り、まだフルコンプできているのか、動画で全種類紹介できるのか、わからない状態なんです。まあそこら辺のね、ワクワクを共有したくて、いつもそうしてるんだけど、ハッピーセットといえばね、はい、今回もやりますよ。グロウラーメン、右下にあります、こちらの番号。これを検索すると、何が入ってるのかね、わかったりするんだけど、これもいつものことながら、まだ調べていません。じゃないとね、やらせになっちゃうから、あえて調べていません。まあそんな感じでね、一緒にドキドキワクワクしてみてください。ってことで、まず一袋目。これでいいかな。番号の方が、8901っていうことでね、それでは早速一袋目開封していきましょう。はい、っていうことでね、一袋目から登場したのは水族館トラック。大人気ジンベエザメがね、ドンと、トラックの上に乗っております、こちらの水族館トラックね。これ本物のジンベエザメだったら相当な迫力なんだけど、なんかこうして見ると可愛いよね。これね、じゃあ普通のトミカの方も持ってたはずで、今ね比較で出そうかなと思ったんだけど、こういう時に限って見当たらない。まあそんなもんです。で、こちらの水族館トラック、遊び方の方が、こんな感じにね、手転がしで走行させることができるんだけど、このね、手転がしをしている最中に、ちょっとね、ジンベエザメに注目してみてください。そう。走行させると、手転がし走行させると、タンクの中でね、ジンベエザメの尻尾の部分、まあヒレの部分、頭の部分もかな、動くんですよ、左右に。わかるかな？ちょっとどのタイヤがね反応して動いてるのか見つけられないんだけど。こんな感じに動きます。リアルだよね。トミカの方ではね、確かこの動きはなかったと思う。通常のトミカの方ではね。これもね、楽しいよね。リアルな感じで。はい、そんな感じで、一袋目から登場してくれたのは番号の方8901、水族館トラックでした。さあ、たくさんあるからね、どんどん見ていきましょう。続いて、二袋目。番号の方が、7890。おお、いいね、ダブってないね。ということで、二袋目、7890も開封していきましょう。はい、っていうことで、二袋目7890から登場したのは、トヨタダイナレッカー車。レッカー車とかね、あれレッカー車かな、なんか前回は車両運搬車とかあった気がするんだけど、まあおなじみのラインナップだよね。トヨタダイナレッカー車。まあラベルシールの方もね、比較的貼りやすい部類だったと思います。なかなかね、ハッピーセットのシールって大変だからね。
ほんとね、お家で貼ることを、おすすめしたいんですが、ピンセット使ってね、貼ることをおすすめしたいんですが、うん、なんか、いいね、いい感じだね、この色合いすごい好きかも。で、遊び方の方が、これも共通ギミックですね、手転がしで走行させることができて、で、さらに、これ結構驚きです。この前の部分、ヘッド部分だね、キャブを前に傾けると、なんとエンジンルームが見えるんですよ。うん。これね、実際の、トラック、こういう動きをするんだけど、そこをね、リアルに、そこがリアルに再現されています。で、さらにここを上に上げて、はい、この部分を下に下げてあげると、なんとね、これはまたリアルです。牽引できます。うん。で、これはね、第一弾の車両でもいけると思うので、ちょっとパトカーで。はい。このように、牽引できます。普段じゃ見られない牽引ということで、ちょっと今パトカーを、パトロールカーをチョイスしてみたんだけど。うん。こんな感じにできるんですよ。こういうの、この動きって今までのハッピーセットトミカにあったかな？なかったような気がする。すごい楽しいです。ね。ちょっとね、普段見られないような牽引、これで試してみるのもありかもしれない。牽引はね、まあ、されないに越したことはないんだけど、ね、お父さんお母さん、ね、されない方がいいと思うんだけど、ね、こういった、レッカー車のね、お仕事っていうのもね、学ぶことができる、まあ、素敵なアイテムなのではないでしょうか。ジョーはね、すごくお気に入りになりました。っていうことで、はい、二袋目、番号の方が7890から登場したのは、トヨタダイナーレッカー車でした。ではでは、続いて三袋目。そろそろね、ダブってもいい頃合いになってきました。危険です。番号の方が6789、ダブってない、よし。っていうことで、3袋目6789も開封していきましょう。はい、っていうことで、3袋目6789の袋から登場したのはハトバス。なんか第2弾、色はね、すごい鮮やかな車両が多いです。ハトバス、一度は乗ってみたい。ハトバス乗ったことないんだよね。うん。でね、ハトバスね、シールの方が大きめで枚数少なめで、今度簡単じゃんって思うんだけど、そう、侮るなかれ。大きいからこそね、逆にミスが許されない。一箇所ね、貼る位置を間違うと全部ずれちゃうからね。うん。逆に難しいです。気をつけて貼ってみてください。そんな感じでね、遊び方の方、他のね、車両同様に手転がしでね、走行させることができて、で、それだけじゃなくて、なんと、上にあるレバー、なんかプラレールみたいなね、このレバーを動かすと、窓にね、あるイラスト。そう、ここのね、窓の開閉ができます。ハトバスもね、確か通常のトミカ、ジョー持ってたんだけど、ほんとこういう時に見つかんないんだよね。残念。うん。で、この窓が動くギミックの方はね、取説の方にもあったんだけど、ハッピーセットのオリジナルの動きです。ハッピーセットでしかね、楽しめない動きなので、ぜひね、皆さんも手に入れて遊んでみてください。はい、そんな感じで3袋目から登場してくれたのは、番号6789、ハトバスでした。はい、そんな感じでね、いよいよ残り2袋。これがダブってなければいいだけの話なんだけどさ、それが難しいんだよね。いけるかな、迷うけど、こっち。さ、番号の方は6756678。あ、ダブってないじゃん。いいね、とりあえずどっちか揃いました。ということで、4袋目5678、開封していきましょう。はい、っていうことで、4袋目から登場してくれたのは、堺市消防局特別コード救助工作者。
噛んじゃったっていうことでね、ダブらずに出てくれました。これで通常ラインナップはコンプリートだね。堺市消防局特別コード救助工作者、なかなか難しい名前ですがね、ハッピーセットトミカといえばもう消防車って感じなんだけど、この特別コード救助工作者初めて聞きました。皆さんご存知でしたでしょうか。ちょっとね、知らない方も多いかなと思って調べてみたんですが、特別コード救助工作者は大規模な災害やテロ災害などの特殊な災害に備えて配備されている車両で、特殊災害対応自動車とペアで活動している、車両になるみたいです。そう考えるとなかなかお目にかかれる車両じゃないのかもね。で、動きとしてはね、ギミックとしてはこんな感じにブームの部分を持ち上げたりね、回したりこのように、動かすことができます。何か釣り上げたりとかできる車両なんだろうね。救助工作者ね、いろいろ種類があるみたいで、他にもね、リアの方に大きな扇風機がついている救助工作者とかもあったりね、いろいろあるみたいなので、ぜひ皆さんも調べてみてください。消防車なかなか奥が深いよね。はい、そんな感じで、通常ラインナップコンプリートです。4袋目から登場してくれたのは、かまずに言うよ、堺市消防局特別コード救助工作者でした。むずい。堺市消防をもうダメだ。さあさあさあ、とりあえずっていうところでね、第2弾通常ラインナップコンプリートできたわけですが、問題はここからです。あれが秘密のおもちゃだったら、一撃フルコンプいけますように。さあ、番号の方は、8901890、ああマジでダブった。はい、8901、ちなみに中身の方は一番最初に紹介しましたこちら水族館トラックでございます。いや、水族館トラックはね悪くないんですよ、むしろ結構好きな部類なんですが、秘密のおもちゃって厳しいね。なんとなくね予想はしてたんだけど、やっぱりコンプリートできない。はい、これで、もう期間中ね、ほぼ毎日、バイキンの城のお昼ご飯はハッピーセット確定です。別に嫌じゃないんだけどね。嫌じゃないんだけどさ。ね、嫌じゃないんだよ。嫌じゃないんだけど。ね、嫌じゃないんだけどね。頑張るしかないね。はい、っていうことでね、軽く落ち込みはしましたが、なんと、はい、通常ラインナップ、第2弾通常ラインナップ、無事、コンプリートすることができました。イェイ。まあね、なんとなくね、予想してた結果ではあったんだけど、秘密のおもちゃ、もう頑張ってね、ゲットできるように、バイキンの城、頑張りたいと思います。動画を見てくれているね、視聴者さんの中で、もう一撃フルコンプできた方ってどのくらいいるのかな。ぜひ、コメント欄で教えてください。はい、そんな感じでね、ハッピーセットプラレール第2弾。期間の方はね、まあ、一番最初にも言ったんだけど、4月28日金曜日から5月11日木曜日まで。そしてさらに、第3弾だね。第3弾は5月12日から、全種類プラス秘密のおもちゃって感じでね、登場するので、まだまだ期間はあります。まだコンプリートできていない皆さん、バイキンの城と一緒にね、コンプリートを目指して頑張っていきましょう。はい、そんな感じで、今日、トミカのプレイングシート。週末限定の週末プレゼントだね。プレイングシートも今日もらえたりするので、そちらもね、今日明日か、土日しかもらえないものになっているので、ぜひね、そちらも視野に入れつつ、ハッピーセット購入してみてください。はい、そんな感じで、バイキンのジョーのチャンネルでは、ハッピーセットはもちろん、あとはね、プラレールを中心に、あ、そうだ、シンカリオン Z、パーフェクト Z 合体、後でレビューします。シンカリオン Z とか、鉄道関係のグッズや小物、お土産など、小さなお友達から大きなお友達まで、家族で楽しむことができる動画をたくさん公開しているので、よかったらチャンネル登録をして他の動画もチェックしていただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイキーン。